こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は食事を減らしても痩せない理由についてお話しさせていただきます。今日はですね、食事を減らしても痩せない理由っていうテーマなんですけれども、普段ダイエットを目的としているお客様から、食事全然食べてないのに体重全然減らへんねんっていうような、お言葉、ご相談をよくいただきます。それが一体どういうことが体で起こっているのかっていうところを、説明させていただきたいと思います。今日のテーマは3つお話しさせていただくんですけど、まず1つ目がなぜ食べてないのに痩せないかっていうところ、2つ目が痩せなくなってしまうよくある原因ですねっていうのと、最後3つ目がそういう痩せなくなってしまった時にどういう対策を行ったらいいかっていうところについて説明させていただきます。まず1つ目、なぜ食べてないのに痩せないかっていうところなんですけれども、まずダイエットを目的として減量する上で消費カロリーの方が摂取カロリーよりも上回ると体重は減っていくというのが一応原則なんですけれども、摂取を落としているにもかかわらず体重っていうのはずっとやっぱ減り続けるっていうことはないですよね。ダイエットされたことのある方にとっては経験したことのあることだと思うんですけれども、これはどういうことかというと、人はですねホメオスタシスっていう甲状腺のホルモンの働きによって体内を均等に保とうとするこう働きがあります。でこれは身近なところで言うと私たちの体温もその一つで、最近結構暑い日が続いてますけれども、どれだけ外の気温が暑くても体温っていうのはある程度その人の36度前後で統一してます。これは汗をかいたりそういう体の機能で外の環境に合わせようとする働きがあります。これが食事のエネルギーでも同じようなことが言えまして、食事量を落としていくと最初はこの幅で消費カロリーが上回るとその分ですね体重っていうのは下がっていくわけなんですけれども、これがどん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 ですねエネルギーの消費量が均等に合わさってくるっていうところなんですよ。でこの期間っていうのは人によっても違いますし、どれぐらいのカロリー制限をするかとか、そういったところでも違ってはくるんですけれども、人はもう絶対にその摂取カロリーに対して消費カロリーが合わさってくるというふうな働きがあるので、いくら食事を下げてもどん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 消費量が追いかけてきて、ちょうどですね、燃費がいい状態に体がなっていくわけなんですよ。なので、やっぱり食事を落としていくだけではなかなか体重っていうのは下がっていかないっていうところがこの生命機能の一つにあります。この痩せなくなってしまう原因で多い3つの例なんですけれども、まず1つ目が極端に食事を落としてしまうというケースです。これはダイエットをスタートして最初は食事を制限して頑張ろうという形で食事量を落としていくわけなんですけれども、普段ですね2000キロカロリーで摂っていたカロリーを極端にじゃあ1000キロカロリー基礎代謝以下のカロリーまで落として極端にカロリー制限をしてしまうと、体もですねこのままの消費エネルギーを続けていくと、生命維持できないと判断してどん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 ですね消費カロリーを下げて均等に保って、停滞させるっていうところにつながりやすいんで、過度にですね極端なカロリー制限をするっていうのはやっぱり落ちにくくなる原因の一つです。で2つ目がカロリー制限、カロリーはある程度取ってるんですけれども、何かの栄養素を著しく抜いてしまったりするパターン、具体的には糖質を著しく抜いたり脂質を取らないとかですね、そういった形にしてしまうと、各栄養素も代謝に非常に重要な役割があるので、それが崩れてしまうことでホルモンのバランスが崩れて体重が止まってしまうっていうケース。で最後にですねこの1と2を繰り返して体重を落としてリバウンドを繰り返してしまうっていうパターンも一つ例なんですけれども、一番最初にダイエットする時って案外食事を落としても減ってくると思うんですけれども、一旦リバウンドして
またちょっとダイエット頑張ろうとしても1回目よりもなんか2回目って落ちづらくなってるって経験、あるかと思うんですけれども、このパターンもですね、最初にダイエットで食事を落としてカロリー制限をしているこの状態を、まあ、2回目3回目っていうのは体が覚えているので、1回目の時よりも2回目3回目の方が落ちづらくなっていって、まあ、どん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 代謝が下がっていくっていう傾向になっていくっていう例があります。それらをですね、まあ、どういうふうにすれば落ちづらくなるのを防げるかっていうところが3番目なんですけれども、これは先ほども言った、まあ、極端なカロリー制限と栄養バランスっていうのを、まあ、崩さないっていうのは大前提にあります。まあ、一つの目安はやっぱり摂取カロリーが基礎代謝以下にならないようにするっていうのはすごく大事なところにあります。目安としてはですね、体重が落ちづらくなったところで真っ先にやっぱり知っていただきたいのが、その時に食べられている摂取カロリーが、まあ、どれぐらいの量カロリーを取っているのかっていうのをまず見直すっていうのがすごく重要になってきます。その時に一通り見てみて、まあ、基礎代謝を下回ってる状態でカロリーをずっと摂取してるような状態であれば、減らしていくっていうところを、まあ、一旦中止して食事量を少し上げていただくことによって代謝を上げる、少しリカバリーするような期間を設けていただくっていうことをお勧めします。これに関しては期間がどれぐらいっていうことはないんですけれども、体のその不調や、まあ、倦怠感等々を見ながら摂取エネルギーを、まあ、上げていただくっていうことをお勧めします。今回は食べてないのになぜ痩せ続けていかないかっていうところの説明をさせていただいたんですけれども、やっぱりこうダイエットっていうのは長期的に継続していくことっていうのが重要ですので、ある程度のカロリーを摂取しながら極度な、ね、食事制限をしてしまうと、やっぱりリバウンドリスクで体に負担もかかりますので、しっかりこの3大栄養素を摂取していただきながら長くダイエットを頑張っていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。Bレジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報とセール情報を配信しております。またBレジェンドでは毎月新商品とセール等も行ってますので、概要欄の方からチェックお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。